でトップでこれだけ計算ができてたんだと思ってたのに、全然大会全国レベルの大会でのに、レッツエンジョイジャバカ。さあ今日も撮っていきたいと思いますね、このソロバンチャンネルではですね、ソロバン学習をする仲間たち誰一人として取り残さない世界を作りたいと思ってゴリ先生運用しております。まあそのためにはちょっと先立つものが必要だということで、メンバーシップ制度というのを作りました。このチャンネルのトップ、あとは概要欄のトップにも貼ってありますので、ぜひこの考えに賛同していただける方、応援していいよという方はですね、またそちらの方も見ておいてください。有料のメンバーシップは作りましたけども、このように無料の動画、今まで通り頑張って何とか毎日アップしていきたいと思いますので、ぜひ SNS 等を利用してですね、シェア拡散してもらえると、ゴリ先生助かります。よろしくお願いします。さあ本題いきますね。今日のテーマちょっとビッグなんですけども、ソロバンに通う生徒たちを幸せにする3つの方法ということで、ちょっとお話していきたいと思います。あくまでもゴリ先生が、この3つ、まあ大切にしてる3つ、これを信じて突き進めば、子供たち必ず、まあ必ずどこかで、幸せになってもらえるタイミングが来るんだろうなと思って、ゴリ先生が個人的にちょっと信じてやってることを紹介していきたいと思います。まあ実際にこの動画見てうちの生徒が、全然幸せじゃねえよっていう子もいるかもわかりませんけども、大人になってからとか、必ずどっかで、ああなるほどな、ゴリあんなこと言ってたなっていう瞬間が一回でもあればな、いいな、というので、ちょっと動画を残していきたいと思います。まず目ですね。当然当たり前なんですけども、生徒たちを幸せにする。生徒たちに計算ができるようにしてあげることですね。当然、もう当たり前なこと言うなよって言われるとは思うんですけども、しっかり四則計算を完璧にしてあげる。あとは暗算ですね。暗算能力をしっかり身につけさせてあげる。これができると、なんで、子供たち生徒が幸せになるかというと、学校の算数ができてくるんですね。で、しっかり小学校6年生の算数の基礎、持っていくと、中学1年生の数学に上がった時に、まずは、スタートダッシュができると思います。まあ、当然中2中3で、レベルが上がってくると、今度は中学の学業のレベルにはなってしまうんですけども、小学校の算数、の基礎の基礎中の四則計算の基本、あとは暗算をしっかりできるようにしてあげること。これができると、当然算数、例えば小数の問題であったり分数の問題であったり、桁が大きい桁の計算の仕方であったり、これなんかはまさにカンマのイメージなんですよね。カンマのイメージをしっかり植え付けてやることによって、子供たち大きな桁の計算なんか間違えずにできると思いますし、当然、分数小数なんて基本となる掛け算、もっと前段階で言うと繰り上がり繰り下がり、ソロバン学習に関してはここをしっかりしっかりやってってあげれるので、この算数、自然に点数は上がってくると思います。もっと言うと、まあ、5年生6年生、文章問題が、頻繁に出てくるようになった時、文章問題を解く力、算数の文章問題の解く力は読解力というふうには言われるかも分かりませんけども、ゴリ先生が思うのはもうイメージ能力なんですね。その文章を読んで、どういうことを答えさせようとしているのか、というのをしっかりまとめて よく多分塾とか行ってる子なんかは絵や図でまとめなさい、整理しなさいって言われるとは思うんですけども、結局絵や図を描こうとするときに頭の中でイメージがないと描けないはずなんですよ。リンゴが何個、誰々ちゃんに何個渡しました、カバンの中には何個残ってますとかですね、電車が何時にスタートしました、遅れて何分から、スタートしましたとかですね、そういうイメージ能力なんですよね。じゃあイメージ能力というのは、そう、手段式暗算、しっかりこれで植え付けることができますので、もう算数、まあ算数ができれば幸せかって言われると、そこまた、ちょっと別な話になっちゃうんであれなんですけど、まずはしっかりソロバン学習を早い段階でやる。そうすると学校の算数が友達よりも上に行くと、やっぱり優越感、気持ちよさっていうのは出てきますから、さらにまた勉強しようとする得意意識が出てくると、他の教科にも波及するということで、1つ目、こういう部分で幸せになれるんじゃないかなというところですね。で2つ目、仲間と
仲間との出会いですね。一般教室に来て、まあ、小さなコミュニティができるわけですよね。これはリアル教室での話になるんですけど、オンライン教室とはちょっとまた別のメリットになってしまいますけどね。リアル教室に集まっていろんな学年のことを練習する、やはり、そこで仲間意識というのはできますよね。さらにもっと言うと、良きライバルが見つかるわけですよね。それぞれの級だったりそれぞれの段だったり、ずっと何年間かこう競い合いながら来てますから、そういう部分でいいライバル、よし誰々ちゃんが、段に上がったんだ、よし俺も頑張るぞみたいなですね、あの子が先にクソ先に言ってたのに抜かれちゃったな、悔しい思いするかも分かりませんけども、じゃあもう一回そこで踏ん張って頑張ろうとかですね、こういうような良きライバルが、できるわけですね。でそこで、まあ、小さなコミュニティができるわけなんですよ。で年に、定期的に数回ある大会とか出るわけですよね。当然まあ団体戦で、さらに日頃ライバルとして争ってきた仲間たちと協力しながら点数を上げて団体戦の順位を上げるであるとか、やっぱり個人の、成績、を誰々には負けないようにというのはあるんですけど、不思議とやっぱり、全国大会いろんな教室の子が集まる大会に行くと、やっぱり自身の教室日頃はライバル視してる子でも応援しますよね。見てるとね、あやっぱり、他の教室の子よりは自分の教室のライバルが勝ってほしいというふうに思うんだなと思って、ああいう光景をゴリ先生見てると、うわやっぱりいいな、仲間を作るのっていいなとやっぱり思いますよね。の教室での話ですけど、まあこれがなかなか仲間を人生の中で、仲間意識を植え付ける体験ができるっていうのは、まあ当然学校なんかもそうですけど、学校から外出てしまうとなかなか体験できない部分があるなと思うので、それはやっぱりソロバン教室でできるところかなと思います。ライバルの話でもちょっと重複してしまうかも分かりませんけど、上には上がいるということを気づかせてくれるんですね。ソロバン学習、じゃあ上には上がいることを気づかせて、なんで子供たち幸せなんだと言われてしまうかもわかりませんけど、そうですよね。自分よりうわすごい子がいるんだ、うわもう自分はダメなんだと思ってしまう子もやっぱりゼロではないとは思います。ゼロではないとは思うんですけども、自分の力をもっと引っ張り上げてくれる、覚醒、自分の力をもっと出し切ってない力を目覚めさせてくれるのは、やっぱり上には上がいるという認識、自分で感じ取った時ですよね。で、トップでこれだけ計算ができてたんだと思ってたのに、全然大会、全国レベルの大会出た時に、全然叶わないじゃないかって感じた瞬間に、まあさっき言ったみたいにどっちの方向行くかですよね。うわ、もう全然ダメなんだ、今までトップで走ってきて、全然太刀打ちできないやと諦めるのか、それとも、こっち側に行った時に力が伸びるんですけども、よし、なんとか追いついてやろうと、思った瞬間に一気に力が、伸びますね。確実にスパークします。この練習じゃダメだったんだ、もっともっと練習しなきゃと自分が自ら小学生が思うんですよ。大人でサラリーマンでね、社会出て思うんだったらまだしも、小学生がその考え方を覚えた瞬間にめちゃくちゃ能力伸びますからね。めちゃくちゃ発揮するんです。2番目に話したライバルもそうですよね。誰々ちゃんが段2つ上がったってなると、そこで一気にこれじゃダメなんだって言って家で練習し始めたりとかですね、全国の大会出てなんとか読み上げ算だけでもトップになるんだと自ら思うことって絶対すごいんですね。やっぱり自分の心の底からそれを思った瞬間にめちゃめちゃ力伸びますから。しかも大人、まあゴリ先生みたいな、もう年寄りはダメかもわかりませんけど、それを小学生とかまだ中学1年生2年生ぐらいでやれるんだったら、未知数ですね。もうめちゃくちゃ伸びる幅ってすごいですよね。それを子供の頃から、もし体感できるんであれば、必ず、生徒たちは幸せになるだろうな、将来、その力を、
うまく幸せの力に変えれるんじゃないかなと思って、今回3つ紹介させていただきました。やっぱりまず冒頭に話したみたいにですね、あくまでも、これはゴリ先生が思ういいこと、これをうまく、能力が伸びて、人生いろいろと厳しいことはこれから生徒たちがいっぱいあるとは思うんですけどもね、やっぱりその頑張ってきた証であるとか仲間の意識であるとか上には上をいる、ということを理解することであるとか、必ず人生に必ず起こってくることなんで、それを早い段階で、実体験できてる、それで力を伸ばしてるというのは必ず大人になった時に、その力が、幸せに導いてくれるとゴリ先生は信じてやっております。ぜひですね、またこのチャンネルリクエストをいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。